主要地方道は日本における道路の分類の一つで、道路法第56条の規定により、建設大臣が指定する、その地域で主要な役割を担う都道府県道、または市道である。主要地方道の路線番号標識主要地方道は、高速自動車国道や一般国道と一体となって、日本の広域交通を担う幹線道路として位置づけられており、整備や 維持管理に要する費用の50%までを国が補助することができる。路線は1993年に建設省の告示で指定されている。あくまで地方道であって国道ではなく主要な都道府県道及び市道が国土交通大臣により指定されており、町村道は除外されている。広域交通を担うという位置づけから2つ以上の自治体を経由するもの、あるいは 全区間が単一の自治体に含まれるものでも、起点、終点の少なくとも、一方が、駅、インターチェンジ、港湾、空港となっているものがほとんどである。ただし指定後に、沿線の自治体が合併したために、蒸気のような性格を持たないものもある。なお、都道府県道や市道は、地方自治体が随時認定し、 主要地方道は国土交通省が数年後期に指定することになるため、都道府県道、市道として認定される区間と主要地方道として指定される区間は必ずしも一致せず、都道府県道や市道の路線名と主要地方道の路線名も一致しない場合もある。主要地方道はこれまでに6度にわたり指定が行われている。一般国道の新規路線の区域の多くは、 主要地方道が昇格したものである。そのため、第3次以降の主要地方道指定は、いずれも一般国道の路線指定施行の概ね1年後に行われ、国道に昇格した路線の廃止、従来路線の継続指定、新規路線の指定などが行われる。この告示に基づき、各都道府県は路線の認定、変更、廃止を行っている。 路線番号案内標識などに表示される番号は、都道府県道の場合、一部の例外を除き1から100番の番号が裁判される。特殊な例主要地方道の告示については、国土交通省発足後の新規指定は行われておらず、平成5年5月11日建設省告示第1270号が最新の告示である。例えば、 秋田県道10号本庄西仙北角野立線は、県道としての認定区間が、秋田県由利本庄市から、秋田県仙北市角野立町で、路線名が、本庄西仙北角野立線であるが、主要地方道は、仙北郡角野立町から、川辺郡雄和町までで路線名が、角野立西仙北雄和線である。平成6年6月30日建設省発、 第33号、都道府県の路線認定等についての第7路線番号の付け方によって国から各都道府県に通達されている。ありがとうございます。